オルティナ王国とローテイル連合の交渉は決裂した。連合からの条件は我々にとって受け入れがたいものだった。その条件とは？外縁鉱山で50年間ジェイドを発掘する権利を連合に渡せというものだ。認められるわけがない。大変です。ロレイン、どうした？敵が迫っています。どうやら連合の兵士のようです。詳しくは彼から説明してもらいます。俺はキャスター部ブノア、ベルマ連邦国の騎士だ。失礼ながらウィリアム・ヘンで公爵、この事態を招いたのはあんた自身だ。あのように一方的に協議を破談にされては招かれた側のメンツも潰れるというものだ。話にならないからそう言ったまでだ。それよりも今は優先すべきことがあるのではないか。今この陣営は連合の公ではない兵士によって包囲されつつある。俺はあんたたちの側につこう。ベルマ連邦の騎士が連合軍に狙われている俺たちに寝返ると？ああ、国に裏切られた俺にはもう帰る場所はないんでね。迷っている暇はない。今は利用させてもらう。連合の患者なら始末すればいい。サウスフィールドに駐屯している王国軍の部隊には救援要請を出しました。時間を稼げばなんとかなる。ヘンデ公爵はくれぐれもここから出ないように。必ず我々が守り抜きます。王国側の代表は生きて捕らえろ。決して逃がすな。護衛の傭兵団は全て始末してしまえ。かなりの数だな。連合の戦術はある程度分かる。俺に任せてくれ。足手まといだったら捨ておくぞ。大陸の騎士ならではの戦い方を見せてやるよ。しかしこの状況を一体どうする？ここには退路もない。連合の戦力の源は数だ。各々は平凡だが数で圧倒する。まあ交易戦や消耗戦に強いということだな。しかし局地戦には弱い。幸い背後から敵が来ることはない。戦力を分散させず一点集中がいいだろう。確かに数が劣っている以上括弧撃破するしかないな。しかし陣営に入られてはヘンデ公の命が危うい。謀策は張ったが時間稼ぎ程度だ。もちろん守備にも気を回すさ。最低限だがな。気に入ったわ。さあ早く始めましょう。
動する。対象撃破。まさか。移動を開始する。なのかすり傷さ。回復しよう。了解。こちらは順調だ。任せてくれ。まさか。心得た。対象撃破。まさか。任せてくれ。第一陣全滅。作戦変更だ。第二陣急げ。橋を下ろすぞ。全員下がれ。奴ら、橋をかけて進軍経路を増やしてきたな。こちらの戦力分散を狙っているようだ。だが、付き合ってやる義理はない。戦力を集中させて、穴を作れ。騎馬兵が多いが、何か情報はあるかい？その身なりだと、元は騎馬隊にいたんだろう。ああ、今の騎馬隊は、早いだけが取り柄だ。なんたって、この俺が抜けちまったんだからな。貴重な情報をありがとう。参考になったよ。移動する。任せてくれ。衝撃。まさか。行くぞ。構えろ。了解。了解。
っておこう。大衝撃。次だ。了解。任せてくれ。了解。大衝撃。まさか。心得た。任せてくれ。柄じゃないけどね。次だな。まさか。任せてくれ。了解。了解。大衝撃。敵は少数だというのに。第三陣、確実に攻め落とせ。やはり数だけは驚異的だな。傭兵団の皆さんはまだ動けるよな。ああ、問題ない。いいね。それならもう一踏ん張り。期待してるぜ。心得た。了解。了解。了解。このまま突っ込む。勝機を逃すな。了解。この程度まだまだいける。敵部隊撃破。任せてくれ。敵は去ったようだよ。まさに万事休すだった。助かるぜ。助かったのはこちらも同じだが、お前はどうして追われていたんだ。罪を押し付けられて都合よく始末されかけたんだよ。ま、こんな異国の地じゃ何が起きても証拠は残らないからな。興味ないわ。さっさとセントラルに戻りましょう。
キャスター部、お前が連合軍に殺されそうになった経緯を聞かせてくれ。要はトカゲの尻尾切りだ。ローテイル連合は十数国の国々が加盟しているが、俺の祖国ベルマ連邦国は連合に加盟した際、武力をはじめとしたその国力を盾に連合総主としての座を勝ち取ったんだが、ベルマの代表にはきな臭い噂があってさ、アルージュ共和国とポランド民主国の2国はその不正を暴こうと密偵を送り込んだんだ。だがその密偵たちは一人残らず殺された。帝国から密輸したあるモダンマジックの兵器でさ。兵器？ガングリッドっていう強力な遠距離武器だ。小さな鉄の弾を飛ばして敵に当てるんだ。俺はその兵器を扱う技術には少し覚えがあってね、勝手に嫌疑をかけられてそのまま始末されそうになった。実際お前がやったんだろう。それは語らないでおこう。連合との交渉決裂の直後、ウィリアム・ヘンデ公爵の陣営はベルマ連邦国代表ダルマーツヨの私兵に襲われるが、ブルーフォックスは陣営を守り抜き、ダルマーツヨは何事もなかったかのように大陸へ帰還していった。交渉決裂の影響はその仲介を担っていたサウスフィールドの貴族諸侯たちに及び、特にレディッチ家亡き後中心となっていたエングラム家は王政府への批判を高めていった。自分たちの土地がセントラルによって直接統治されるのではないかと危惧し始め、エングラム家を中心として起死回生を狙い、王政府に反旗を翻す準備を始めた。ブルーフォックスはウィリアム・ヘンデ公爵よりサウスフィールドの貴族を討伐するよう命じられた。そうだな。大丈夫かな。いや、やめてよ。